追加です。バイナリーオプションスペシャリストのハンマーです。続きで、比率をね 1.0 にして0以上のピップスの利益と100回以上の取引ということでね、今分析させてね、これだとね、すんなり投資するとこれ負けなんですよ。バイナリーオプション1対1なんでね、わかりますよね。勝率が1対1で分析させてます。まあ 1.25 ぐらいだとちょっといいですけどね、 1.04 だと稼ぎ率ね 1.8 倍ぐらいですから足りませんでしょ。だからこの通り投資してたら負けです。それで実際とあれとは後と違いますから、今ではそうであってもだいぶ落ちます。半分ぐらい成績落ちちゃうかもしれませんね。だからそんなことでね、大変難しいんですけど、ただこれかえって上に比率を上げるとね、状態が悪いんですよ。これでね、いろいろ調整見て、これから人間の手で打ち直して、稼がす方がいいんじゃないかというようなことを考え出しました。とてもね、難しいんですよね。で、取引数が100回以上なんでね、で、あとピップス必ずプラスでしょ。これ27.374で、0.01 ロットあたりの利益ですね。となってます。で、総計してピップスで利益は取れてて、勝率もね、1対1以上ですね。引き分け以上のね、成績を分析するように考えました。しつこいけどごめんなさいね。何回も調整っていうのは大事でね、こういうことは永遠にもう3、4年ずっとやりながら調整しながらやっていくんですけども、これはもう常時です。いろいろ分析しながら、で、ただ投資もしながらね、こういうふうに、一年中、分析 しましてね、いろんな何台かパソコン使いましてね、それで一番稼ぎやすいというか、いろんな方法を見てね、やります。またプログラムも変えて、戦略方法ですね、今は一般的な私の方の作った方法でやってますけど、まあ、いろんな方法がありまして、全部そうですけども、自分が作ったやつなんですけど、いろんな方法がありますのでね、それに対してやって分析させてやってます。この白文字出てるのがもう見つかったわけですね。一応規定の指定の設定通り以上に稼げるということで、一つは出てきて30分待ちます。それまで分析してます。インジケーター自身でね、これ分析し、最適化しまして、自分自身でいい値を見出してます。探してます。ストラジーテスター使う方法は、一時自分でやらないといけないでしょ。それで一回しかできないしね。これは無限に分析していき、ストラジーテスターを自分で持ってます。プログラムで私が作って開発して持っておりますのでね。それで分析してますので、めんどくさい方法はしなくていいです。それで、このようにね、分析されてますね。で、こちら、バイナリーオプション。まあ、自動売買禁止ですね、こちらの方はね。手入力で。で、これ4時ぐらいまで使えるんですよ。4時から9時ぐらいまで、朝のね、9時ぐらいまで、4時から9時ぐらいまではちょっと閉鎖するような感じですね。通貨がなくなっちゃいますね。使える通貨が。で、まあ同じなんですけど、ので、今度こっち側で動かそうかと思ってね、思いましてね。で、調整中で、設定数値をこのように変えた方がいいんじゃないかなということで、デモですよね、まだね。今ね、デモに戻したんですね。で、これで成績はどうか、バイナリーオプションスペシャリストで買った方法からまたさらにね、
うまくなんとか見出せないかということですね。簡単じゃないんですよね。それでね。ただ、こちらの方は、コンピュータの分析と、こっちのスペシャリストの考えと2つ取り入れないと勝てません。だから、コンピュータで出たシグナル通りではダメです。負けます。ね。ですから、それプラス、経験で投資するということですね。結局そんななっちゃったんですね。難しいんでね。コンピューターで見出せないんですよ。ただね、決まりが出てきて、この手順というのは出てきますから、それから、それがないともう全然わかんないですね。ギャンブルになっちゃいますね。周りと同じで。全然分析しないで、ただ買ってる人いますよ、自分の頭だけでね。そんなの全然ギャンブルだからね。全然ダメですよ。ほとんど負けてますよ。勝ってる人、総合的に見ると、みんなもう破産もしてるし、絶対やっちゃいけないことなんですよ。だみんなギャンブル好きだからね、しょうがないですけど。そういう人たちが楽しくやってる場を邪魔しちゃいけませんけれども、仕事にはなりません。ね。投資だけで仕事っていうのはなかなか成功はしませんから、ね。必ず長く続けてると破産します。で、そういうことにならないように分析でね、コンピューターで分析して、それからさらにそれだけじゃ稼げないから、私の経験でね、プラスアルファして投資するわけですね。そんなことですね。あと16秒ぐらいですかね。もう夜中でね、もうすぐ3時ですね。もういつもいつも夜中ばっかしでね。昔もそうでしたけど、夜中の3時ぐらいまで仕事してたことありました。